セシリア・バーサ、1570年8個のメダルセシリア・バーサは、スウェーデンオグスタフ1世バーサと、その2番目の日、マルガレータ・レイオン・フーブッドの間の次女。ドイツのバーデン・ローヘン・脅迫クリストフ2世に嫁いだ。ドイツ5名、セツイリエ・バーサ・フォン・シュベーデン。1559年、セシリアの姉のカタリーナとオストフリーイスラント博、エッツァルト2世が結婚した。 この披露宴の最中、セシリアは、エッツァルト2世の弟ヨハン2世と性的関係を結び、兄弟たちにそのことを暴露された。ヨハン2世は、セシリアとの結婚を拒んで投獄され、一説には、虚勢されたと言われる。セシリアも、罰として、父に散々殴られた挙句、髪を切られた。兄弟たちは聖書に出てくる。 スザンナの水浴の情景を刻んだ貨幣を発行し、セシリアも、スザンナと同じく定説を守ったのだと国民に示した。1564年、セシリアは、バーデンローヘン教迫クリストフ2世と結婚した。結婚後間もなく、セシリアはイングランドに向かい、エリーザベス1世に、自分のイボアニエリク十四世との結婚に、踏み切るよう説得を試みたが、失敗した。 セシリアはイングランドで長男を出産し、息子はエリザベス一世によってブアルトと名付けられた。セシリアの次女、ヘレナ・スナーケンボーリは、ロンドン宮廷に泊まり、エリザベス一世の助官となった。イングランドに滞在した約一年で、セシリアは英語を習得する一方、贅沢三枚の生活を送って、多額の借罪を作った。1565年、セシリアは、 債権者たちから逃れようとして、ドーバーで捕まり、債権者たちに膨大な数のワードローブや、宝石類を押収され、なんとか夫の領地である、レーの地方のローデマヒエルーンに落ち着いた。1571年、セシリアとその家族は、ネーデルラントで続く80年戦争の波及、特に、アルバコを率いるスペインイコールカトリック派の軍勢の、進撃を恐れ、スウェーデンに避難した。 彼女は、ベストマインランド地方の都市、アルボガを報道として与えられ、アルボが伯爵夫人を称した。セシリアは、自分の税収で、海賊船を支援し、海賊に、外国船を略奪させて、兄弟たちの元に向かう積み荷を隠れて奪っていた。1575年に、夫クリストフ二世が死んで間もなく、セシリアは息子たちの相続量を守るために、カトリックに改修した。 ローデ・マヒエルンの領地は、すでに、スペインイコールカトリックの軍勢に占領されていたので、ある。この時、イングランドのエリザベス一世は、レスター博を送り込んでセシリアに支援を打診したが、セシリアは、同母兄のヨハン三世から断るように求められ、兄の助言に従っている。1578年、セシリアのもとに、スペイン王フェリペ二世が派遣した。 フランシスコ・デ・エラーソという大使が送り込まれた。エラーソは、セシリアの配下にある海賊船を引き渡すことを条件に、フェリペ2世が彼女をルクセンブルク、または、スペイン帝国領のどこかの地域の総督に任命する、という交渉に来たのだったが、セシリアは、エラーソと男女の中になってしまった。ヨハン3世は、セシリアのもとに、スペイン大使が、 足しげく通うのを知って妹が自分に対する無本を企んでいると疑い変装してエラーソの屋敷を訪れていたセシリアを逮捕させた。セシリアは国外退去を余儀なくされて1579年にローデマヒエルンに戻りそこでエラーソの娘を産んだ。カリタスと名付けられた女児は修道院に送られた。セシリアは息子たちの教育を イエズス会に任せ、自らは、摂政として、ローデマヒエルン辺境白領の経営に乗り出した。神聖ローマ帝国の両方の摂政として、セシリアは、帝国議会にも出席した。カトリック信徒となった彼女は教皇に面会したり、カトリック諸国の宮廷を訪れて回った。カトリック転校者として、積極的に活動するセシリアは、 プロテスタント陣営の標的となり、1594年には、セシリアは、ブリュッセルで召喚を経営している、とする事実無根の中小ビラが出回った。セシリアは、借金を重ねて、債権者たちに追い回され、1610年には、債権者の一人に殺されかけて、ルクセンブルクの鳥居や大主教のもとに逃げ込んでいる。セシリアは当時としては、を保ち、 1627年に亡くなると、ローデマヒエルーンの教会の床下に埋葬された。セシリアは、夫クリストフ2世との間に6人の息子を設けた。またフランシスコ・デ・ラーソとの間に、初出の娘を一人設けた。ありがとうございます。